シティリンクは台湾の複合商業施設。現在台北市内で数店舗が開業している。台湾鉄路管理局の台北市内地下化事業に伴い地下駅となった松山駅と南港駅の地上駅跡地開発権を取得した純体企業グループのウルーイ・送信国際公資傘下の2社によって運営されている。ほか、台北都市運の駅ビルにも事業範囲を拡大している。 駅ビルの1から3階に店舗を展開、上層階はオフィスとホテルが入居。日本の蔦屋書店が2017年に進出予定。駅と直結した A 棟、B 棟は高層商業ビルの1から3階までを単独で入居する C1、C2 棟は1から14階すべてが当店で、それぞれの棟は3階までは各階の連絡通路でつながっている。ホテル、 オフィスビル、商業ゾーンが、それぞれ5万2000平方メートルの面積がある。2016年7月1日には、台湾高速鉄道も南港駅まで、延伸開業、台湾鉄路管理局も同年に南港駅を一等駅に昇格、優等列車の停車本数を拡大している。またシームに、国道客運のバスターミナルも2017年春に開業し、 東園国際空港からの直通バスなどが発着するようになった。早運営出口と直結した台北市政府派や運航定局との共同再開発ビル、順体掲載の1から2階を店舗が占める。など。上記以外に、日田市三重区の早運三重駅に、三重店の出店計画がある。ありがとうございます。